はい、こんにちは、橋口です。今日は、昨日に引き続き、生物図鑑組の続編ということで、生物図鑑組を大量に買ってきました。はい、お見せしましょう。じゃじゃーん、生物図鑑組、じゃじゃん、出ました。はい、これはなんと9袋あります。1,2,3,4,5,6,7,8,9袋買ってきました。さあ、今回じゃあちょっとこれを開けてどんどん開封して紹介していきたいと思います。なかなかこの生物図鑑組面白いんですよね。そしてね、このグミの味なんですけども、コーラ味、ソーダ味、みかん味、この3種類の味が入ってます。グミの味でいきます。早速開封していきたいと思います。じゃあどれが、まずグミから、グミから出します。グミ出ます。じゃじゃーん、グミ出ました。はい、そしてカードを出します。はいはい、ダイオウグソクムシ出ました。はい、じゃあちょっとグミも食べてみようと思います。グミもね、ちょっと食べてみようと思いますんで、これはね、昔懐かしいグミって感じですね。ちょっと柔らかめで、うん、ちょっと歯ごたえのあるコーラ味今食べてます。これは何なんだろう、この形の。でも深海生物ですね。深海生物のグミなんで、うん、美味しい、すごく美味しいです。うん、そしてね、この T シャツ昨日島村で買ってきました。値段は980円でした。1480円が980円で売ってました。安いです。はい、うん、うまい。じゃあちょっとどん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 開けていきたいと思います。はい、さあ生物図鑑組開封動画2袋目いきます。はい、グミ出ました。グミとともにカード出ちゃいました。じゃじゃーん、ダイオウイカです。ダイオウイカ出ました。ダイオウイカ、うん、はい、じゃあ今度これ開けます。グミ出しました。カードじゃじゃん、深海6500。なんか潜水艦みたいなの出ましたね。潜水艦が出ました。はい、ただいま4袋目です。4袋目開きたいと思います。はい、グミ出しました。カード出します。はい、夢ナマコ、夢ナマコという生物です。深海生物出ました。はい、どんどん開けていきます。おっと、ちょっと切れ端がまずかったです。切れ端がちゃんと切れてなかった。
はい、グミ出ました、カード出ました。ゴエモンコシオリエビという、ゴエモンコシオリエビ出ました。はい、そして、はい、6袋目ですね。189、はい、6袋目いきます。はい、グミ出します。グミ、ジャジャン出ました。そしてカード、ジャジャン出ました。マッコウクジラ出ました。はい、マッコウクジラ、はい、今のところかぶり全くありません。全種類揃えそうな感じですね。でも今10袋買ったんで、あと 8袋で、あの18種類カード揃いますね。じゃじゃん、グミ出ました。はい、リュウグウの使い出ました。リュウグウの使い、はい、そしていよいよ8袋目です。8袋目いきます。はい、グミ出ます。出ました。はい、カード出ます。じゃじゃん、はい、千住ナマコ出ました。千住ナマコ、はい、今のところやっぱかぶり全くありませんね。ラッキー男ですね。走るし高雪、ラッキー男、ラッキーです。非常にラッキー。じゃあいきます、9袋目いきます。ラスト9袋目、グミ出ました。カード出します。じゃーん、銀ザメ出ました。じゃじゃん、かぶりなしです。はい、今日の動画はここまで。